野上はリーグ戦移籍後初ゴールになりました。毎日充実していて生きているって感じがしますね。そんな話もしていました。今シーズンはこのゴールにも絡みますし、まあ、前節の、はい、あの逆サイドから どんどん中入ってきますからね、さて長いからユーファーのグランダー野上